今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は伊野町の安土亭にやってきました。ここが国道33号線沿いですね。はい、もう駅にほど近いところにあります、安土亭。今日の日替わり和風唐揚げ、これでいいですね。駐車場は1階に6台ほど止められます。で、国道側から突っ込んで裏通りの方に抜けられるので便利ですね。しわー、テーブル席ですね。和風焼肉弁当とかのあるよ。だから昨日です。和風焼肉弁当750円って書いてありますね。日替わりっていくらなの？同じぐらい700円。一つずつ食べてみる？そうだね。私和風焼肉弁当。じゃあ、じゃあ私もこっちだよな。じゃあ、同じものにした。じゃあ、和風焼肉弁当2つ。和風焼肉弁当2つ。はい。ただ、ね、生姜焼き定食。はい。これもまた食べてみたいね。なんせ、伊野町は生姜栽培発祥の地で、生姜街道として売り出し中ですからね。ここにありますね。天ぷらって一食とかもありますね。あ、美味しそう。うな重1100円、安いね。はい、こんな感じです。はい、焼肉弁当来ました。大根おろしが乗ってますね。その食後にコーヒーがついてますので、はい、ホットでいいです。はい、はい、で味噌汁です。大黒様です。あ、本当だ、あなたの方もそうで、はい、箸置きが大黒様です。さすがのですね。ではいただきます。あ、冷めてますね。ちょっと残念。これがほら冷たいし、そうか、大根おろしが冷たいから冷ましたとおばあが申しております。はい、食後のコーヒー来ました。なんとココナッツサブラがついていました。私の好物です。これでおじいの腰が上がります。腰が一つ加算されました。ニコニコ館から道路を渡って仁淀川の方へ歩いて行っています。ここから仁淀川沿いに今日は歩く予定です。神の子居登り遊泳会場。仁淀川まで歩いてきました。仁淀川橋、だいぶ工事が進みましたね。木漏れ日公園に来たんですが、関係車両以外車進入禁止なんで歩行者はいていいんですね。はい、こんな感じで遊歩道が整備されてます。車は通れないというんでしょうね。ここはこの季節じゃないとちょっと来れないですね。たくさんあの方がおいでになりそうな場所です。
ここで木漏れ日公園終わりですね。はい、これが仁淀川です。ここに河川敷に降りる道がありますね。はい、ではここからさらに川沿いに進みます。ブンタ実ってますね。でかっ。私の手がこれですからね。はい、でかいです。もう収穫よね、12月だから。この畑から川辺に降りる道があって、ここ船を出し入れする坂道ですよね。で、時々小舟ここに繋いでます。ありますか？あ、あるわ。本当にこれで釣りに行ったりするんですよね。はい、こんな感じです。で、ずっとこれが仁淀川の本流の方に続いています。入りになってるのでね。そう、ぐるっと半円形に、昔本流だったやつがショートカットされて残ったやつですよね。柿が取り入れられずにそのままになっています。で、そこが国道33号線です。で、今から33号線を伊野の方に戻ってですね、で、農業大学の方へ行こうと思います。ここがね、ちょっと歩きにくいんですよね。あそこ歩道がなくなります。畑山ガーデンの前を通過してます。野菜ピザのお店ですね。農業大学校の入り口まで歩いてきました。ではここを曲がって踏切を越えていきます。農業大学校まで歩いてきました。これが体育館ですね。農業大学校の斜面を降りてきました。で、ここに農業大学校のビニールハウスが並んでいます。で、こちらへ行かずにさらにこちらの道を進みます。現場場の方に向かいます。この辺りから山の方へ入っていきますので、道もちょっと細くなりましたね。紫色の実がなっていました。綺麗ね。うん、かわいいね。なんていう知らないのかよ。この道は林道奥の谷線というようですね。はい、ここぐるっと回って登っていきます。キノコのような東屋がありました。ここは土佐伊野元気の森というどこも四国が整備をした公園のようです。ではさらに登っていきます。はい、尾根まで歩いてきました。ここに広い駐車場がありますね。あ、本当だ。うん、トイレがありますね。うん、ちょっと怖そうですね。カラカラあるし。上がってきました。ここにベンチが並んでますね。はい、仁淀川と伊野の町が見えてますね。で、うん、さらにこれが天守閣の方でしょうね。上がってみます。はい、到着しました。墓は現場城跡、伊野町保護文化財。はい、墓は現場城は天正初年1573年頃、墓は現場の神や。で、長坂部元親の妹婿でしたよね。で、謀反を疑われて切腹させられたということで、はい、ここにはアンテナがあります。はい、ここが天守閣だったとこで、残念ながら眺望はまるでありません。では下のベンチのところへ行きましょう。はい、下っていきますが、ここから見下ろすとなかなかの眺望ですよ。はい、いつも登ってる鴨山がちょうど向かいですね。同じぐらいの高さですかね。ちょっと向こうが高いかな。はい、なんと
ツツジが咲いていました。一体今は何月だ。では下ることにします。下りは同じ道を下っていきます。でも思ったより整備されてたね。ちゃんとここね、うん、小学生が遠足で来るのに良さそうなところですね。はい、お寺があったので立ち寄ってみました。紅葉がたくさんありますね。柿がたくさんなってるとおばあが言っております。あそこになんかお宮さんもあるんじゃない。本願寺大層なお名前の。はい、いや紅葉が綺麗ですよ、なかなか。では参拝します。はい、ではお宮さんの方へ鳥居をくぐって、こうもみじで石段が埋め尽くされてますね。そこにお堂もありますね。これは観音堂ですかね。うん、ちょっとよくわかりません。はい、こちらは神社ですね。入れないようになっています。築田和神社まで歩いてきました。ここに参拝します。この坂道上がるのでおばがへばっております。はあ、新しくなってる。はい、月田和寿司。はい、では散歩します。はい、では参拝します。では西バイパスへ上がります。このバイパスの歩道を歩いていきます。あそこに亀の湯ホテルが見えてますね。はい、仁淀川まで出てきました。ここは伊野大橋、508メートルあるそうです。渡り鳥が来てますね。はい、で向こうが JR の鉄橋ですね。あそこまで歩いていきます。 JR の鉄橋まで歩いてきました。ではこの鉄橋をくぐって反対側に出ます。この鉄橋がとても低くてですね、おじいは頭が当たります。嘘をつけとかおばあが言っています。当たっとるやんけ。当たってるやん。仁淀川橋まで歩いてきました。まだこっちが絶賛工事中ですね。ではこの公園を抜けて橋を渡って帰るようにします。もう水仙咲いてました。では仁淀川橋渡ります。絶賛工事中の横を抜けていきます。仁淀川の夕焼け綺麗ですね。ここまでで3時間7分 12.4km、 累積標高差 247m。今日は突然降りだって現場場まで行ったので、意外と標高差行きましたね。疲れました。でも思ったよりも整備されてて楽しかったです。ぜひ皆さんも歴史の探訪を